サッカーというスポーツにおいて補強が外れることはよくありますが、大きく期待を裏切る補強も少なくありません。今回は J リーグクラブが大金をはたいて補強したものの、期待外れだった助っ人外国人4選手を紹介します。フレドリック・ユングペリ、清水エスパルス、スウェーデン代表。 J リーグ成績は8試合出場0得点。フレドリック・ユングペリはアーセン・ベンゲル監督率いるアーセナルで2003-2004 シーズン、ティエリ・アンリ、デニス・ベルカンプ、ソル・キャンベル、ピレス、ビエラを中心にプレミアリーグを26勝12分け0敗の無敗で優勝するという偉業を成し遂げたメンバーの一員で、アーセナルでは右のサイドハーフを務めていました。ユングペリはその伝説のチームでローを惜しまず走り続け、ダイナミックなドリブルでチャンスを演出するなど大きな存在感を発揮しています。スウェーデン代表としてワールドカップやユーロも経験しており、清水エスパルスに移籍したことは海外サッカーファンから大きな注目を集めました。清水エスパルスでの推定年俸は6000万円。しかしユングペリも34歳となり、自慢の運動量を発揮することもなく、リーグ戦8試合0得点。怪我の影響もあって、加入から約半年で清水エスパルスとは契約解除となりました。引退後は指導者としてアーセナル下部組織で仕事をしていましたが、 FC 東京がユングペリを2021年シーズンの新監督候補に挙げていると報じられていて、指導者として J リーグにリベンジする可能性が出てきています。イルハン・マンスズ、ヴィッセル神戸、トルコ代表。 J リーグ成績は3試合出場0得点。トルコ代表として日韓ワールドカップに出場し、ベスト4進出に大きく貢献しました。端正な顔立ちと特徴的なちょんまげヘアで、トルコの貴公子と呼ばれたイルハンは、ニコンのテレビの特集が組まれ、写真集も発売されるほど人気を博しました。ヴィッセル神戸にやってきたのは2004年。移籍金5億円、年俸3億5000万円とも言われる大型移籍となったが、古傷の右膝の状態が悪化したこともあり、プレーしたのはわずか3試合。ヴィッセル神戸に加入した時には世間のイルハンブームも終わっており、特徴的なヘアスタイルも普通の短髪に変わっていたため、女性人気も火がつくことはありませんでした。イルハンは加入して半年でクラブに無断でドイツに帰国し、そのまま退団。引退後はフィギュアスケーターとして活躍しています。イケメンの取り扱いには注意が必要かもしれません。ヴィッセル神戸はこのような失敗を経験したからこそ、現在のイニエスタの加入につながったのかもしれません。一過性の話題性を持つ選手を大金で獲得しても成功する可能性は低いということですね。ワンチョペ、 FC 東京、コスタリカ代表。 J リーグ成績は12試合出場2得点。コスタリカ代表のエースストライカーだったワンチョペは2007年 FC 東京に加入。1996年からコスタリカ代表でプレーするワンチョペはワールドカップに2大会連続で出場している国民的英雄です。ドイツ大会では開幕戦のドイツ戦で2ゴールを決めるなど、コスタリカ代表として通算45ゴール。イングランドのマンチェスターシティやスペインのマラガなどを経て、2007年に FC 東京に移籍。ドイツワールドカップでの活躍で鳴り物入りで加入しました。独特のリズムで相手ディフェンダーを置き去りにするなど、高い能力の片鱗は見せたものの、運動量が乏しく、テンポの速い日本のサッカーに馴染めませんでした。第2節で初出場を飾って以降は途中出場が続きます。それでも第7節で先発に復帰すると、第9節の鹿島戦で初ゴール。9日後のジェフチバ戦でもゴールを決めて、ようやく本領発揮かと思われたタイミングで右膝の状態が悪化します。わずか半年で事実上の戦力外通告。2月に加入して6月に FC 東京を退団しています。現役引退後は2015年に母国コスタリカの代表監督に就任。しかしスタンド観戦していたアンダー23コスタリカ代表の試合後、ピッチに降りようとしたワンチョペを止めた警備員を突き飛ばしてしまい、代表監督を半年で辞任しています。 J リーグサポーターの記憶にはワンチョペという珍しい名前だけが残っています。
イルファンもそうですが、たまたまワールドカップで活躍した選手を連れてきても残念な結果になりがちです。ベベット、鹿島アントラーズ、ブラジル代表。 J リーグ成績は8試合出場1得点。ベベットはブラジル代表の1994年ワールドカップ優勝、1998年ワールドカップ準優勝に大きく貢献しました。1989年度南米年間最優秀選手賞受賞者で、1992-93シーズンのリーガエスパニョーラ得点王、ゴール後のゆりかごパフォーマンスの考案者としても知られています。ベベットはフラメンゴ時代のチームメートでもある盟友ジーコの誘いを受け、2000年に鹿島アントラーズに加入。実績的には間違いなく世界最高のストライカーで、入団会見で得点王宣言をするなど活躍が期待されていましたが、36歳となっていたベベットはすでにサッカー選手としてピークを過ぎていて、 J リーグで輝きを放つことはありませんでした。ベベットは1995年にも J リーグ加入目前まで話が進んでいましたが、阪神淡路大震災の発生により見送りとなっていて、このタイミングで J リーグに来ていたらきっと大活躍していたでしょう。5年という期間はアスリートにとっては賞味期限が切れるのに十分な期間で、長く大きい。いくら偉大な成績を残した選手でもピークを過ぎたタイミングで獲得すると全く戦力になりません。ちなみにベベットは鹿島アントラーズで8試合に出場し、1ゴールを記録したのみでしたが、代わりに柳沢敦史、鈴木孝幸といった日本人選手が活躍して、2000年は J リーグ史上初の国際3冠を達成しました。柳沢敦史、鈴木孝幸は2002年日韓ワールドカップで活躍し、ヨーロッパに活躍の場を移したため、ベベットの存在に発奮した若手日本人選手に与えた影響は大きかったのかもしれません。ということで、期待外れだった助っ人外国人4選を紹介しました。 J リーグは買い物が下手なクラブが多いのか、たびたび賞味期限切れの高い買い物をしてくるので目が離せません。フェルナンド・トーレス、ストイチコフ、フォルランはそれなりの結果は出したかなと思うので、期待外れとは言えないかなと個人的には思います。イニエスタやジーコのように技術で勝負するタイプは年齢を重ねても J リーグで活躍できますが、スピードやフィジカルを武器にする選手は年齢のピークを過ぎると強みとなる能力も落ちてしまうので、なかなか難しいですね。イルハンに関しては世間的には期待されていたかもしれませんけど、これは外れだなと思っていた人も多かったと思いますし、当時のフロントのミスですね。高額で買ってくる選手は旬が過ぎたスター選手よりも転売が見込める若い選手の方が投資としては理にかなっていますが、話題性や若手への影響などで計り知れないものを残してくれるレジェンドがいることも確かなので、フロントの目利きが重要となります。イニエスタのような当たりの助っ人が増えてほしいと思う方は、高評価とチャンネル登録をお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。